はい、お届け物が届けました。なんでしょう。久しぶりに届いたわ。アンダーカバー、アンダーカバーの袋。もうチャッチャーン。久しぶりにちょっと服買ったんですけども、ヒューマンメイドとアンダーカバーのコラボロング T シャツですね。タグもね、アンダーカバーとヒューマンメイドのタグがあるんです。チャッチャーン。おしゃれー、いいな。サイズは L サイズ。じゃじゃじゃーん。これですね、まあ、さっきも言った通りヒューマンメイドとアンダーカバーのコラボアイテムなんですけども、まあ、すごい特別なモデルでね、この写真のね2人はね、こっちがヒューマンメイドのデザイナーの2号氏で、こっちがアンダーカバーのデザイナーの高橋氏の、まあ、後ろ姿なんだよね。でラストオージー2って書いてんだけど、昔なんかこの2人でね、ラストオージー2っていうブランドやってたのかな。でその2人で服作ってた時があって、その時のなんかリバイバルの服なんだよね。でしかもこのデザインってなんか有名なフォトアーティストの人のプリント T シャツとかねをオマージュしたアイテムなんで、もともとはで それのリバイバルを今出したっていう感じだね。ヒューマンメイドとアンダーカバーのね、それぞれのブランドのコラボっていうことでリバイバルしたっていうね、なんかすげえマニアックなね、特別なモデルなんで。でこれ T シャツバージョンもあるんだけど、長袖の方はね、なんかあの袖のところにもプリント入っててね、かっこいいんでね、長袖にしましたね。なんかこことかにもプリント入ってて、これが後ろね、後ろもかっこいいですね。おしゃれー。ここにアンダーカバーとヒューマンメイドのタグ入ってます。なんかこのプリントもなんか二号紙と高橋氏が飯食ってるプリントの、飯食ってる写真をなんか逆さにした感じの、袖のところにもね、文字が入ってるのがかっこいい、ね、ストリートっぽくて。サイズは L サイズ。あ、でも結構ジャストだな。 XL でもよかったかな。ちょっとピタッとしてる、かっこいい、やっぱおしゃれだわ。このね、ピンクがいいんだよな。透明のメガネにも合うわ、なんか。このね、ピンクの G-SHOCK をね、合わせたかったんだよ。なかなかこのピンクの G-SHOCK、服に合わせるのが大変でね、これがいいんじゃない。はい、いや久しぶりにね、服買っちゃいました。いやこれね、ほんと特別なモデルでね、前から欲しかったんだよね。でまあ90年代に当時も俺雑誌で見てて、めちゃくちゃかっこいいな、欲しいなと思ってて、でこれリバイバル最近ね されてめっちゃ欲しいなずっと思ってて、で定価がね税込みで14,000円なんだけど、それを、まあ、新品でリセールサイトから18,000円で買いました。まあ、ちょっとね定価よりも高いんだけど、でももうねこれ定価ではね買えないし、すごい特別なモデルなのでかっこいいし、思い切って買いましたね。なんか衝動買いしちゃったな。前から欲しくて、なんとなくまたスマホでね見てて、たまたまね俺のサイズでまずまずな値段であったんで、なんか買っちゃいましたね。
ちょっと最近買い物してなかったからね、ストレスが溜まってたっていうのもあるし、いや、いいっすね、買ってよかったっすね。めちゃくちゃおしゃれだわ。ピンクがいいんだよね。